9月18日、有名なウェイボー金融ブロガー、風中の省庁は、議長地域の顧客の銀行カードが凍結されたと述べ、議長のネットユーザーに最近の市場について尋ねた。このブログ投稿は外国貿易事業者から多くの返信を集めた。多くの返信によると、議長、広州、深セン、上海、福建省の泉州など、 対外貿易が比較的に進んでいる業界関係者の銀行カードが大量に凍結され金額は数万元から数千万元数十万から数億円に及ぶそうだこれらの人々が誰が一番ひどい目に遭ったと次々と不満を寄せた中国農業銀行のカード凍結が一番多いようだ ネットユーザーが経験したアカウントの凍結解除に必要な時間と条件もそれぞれ異なる3日間で凍結解除した後再び凍結されたケースもあれば去年から凍結されいつ解決できるのかさえ知らないケースもあるまた凍結解除に凍結された金額の15%を支払うよう求められたケースや まず凍結地に行って罰金の支払いを求められたケースもある関係する多くの人は銀行カードの凍結について具体的な原因はわからないが同様の事件が多数発生していることを知っている一部の人は友達のサークルにはほぼ毎日製造業者が凍結されたとの通知が来ると述べている この件は当局のいわゆるマネーロンダリング防止に関連していると考えられているアカウントが7回凍結され他の省の公安から4回の事情聴取を受けた対外貿易業者トヨ氏は公安からアカウント凍結の理由を通信詐欺とギャンブルであると聞かされた誰かがオンラインの資産管理会社に詐欺に遭ったと報告した場合 地元の公安局は地元の市の許可を得て地域と銀行を問わず疑わしいと思われるアカウントを非常に効率的に凍結できる公安は被害者の直接送金口座を起点として調査を始め転送された口座が全て凍結のリスクにさらされる通常の状況では凍結は第4レベルの口座まで続き第7レベルや 第8レベルまで進むケースもある従って同じアカウントが同じ案件で別の地区の公安の標的となる可能性がある対外貿易業者の口座は凍結される可能性がより高いこの現象について一部のネットユーザーは「リーダーたちは金がない」「以前は魚を養殖したが今は網で魚を取っている」と述べた。